アメリカのコロラド州におけるセンターピボット。ドロップ型のスプリンクラーが確認できる。ハブと制御板。ここを中心にスプリンクラーが回転する。センターピボットは乾燥地域で大規模に作物を栽培するために、組み上げた地下水に肥料を添加した後、自走式の酸水管に圧送して水をまく考え法のことである。 比較的低コストで効率よく考えできることが特徴で、2018年現在、同農法はアメリカ合衆国のグレートプレーンズやエジプトなどを中心に行われている。同農法は平均半径400メートル、最大1キロメートルの円形農場にスプリンクラーを追立ち、あたり1回から12回程度周回させることで行われる。 この時に移動速度の速い周辺部の酸水量を多くして酸水の不均一を防いでいる。かつては水をただ単に吹き上げるだけの方式が主流であったが最近のセンターピボットシステムはパイプから下に枝分かれさせたドロップ型のスプリンクラーの使用や GPS 装置によって事前に入力した地質、地形に合わせて酸水量を調整するなどの機能を備えることで 無駄な水消費を防ぐような構造となっている。なお、もともとセンターピボットは水力駆動だったが、今では電動機を使ったシステムが主流となっている。センターピボット考えは、1940年にコロラド州ストラスバーグの農家、フランク・ザイバッハによって発明されたものである。創業後2年間は19台しか売れなかった銅像地であったが、 彼が整備を効率化するための改良に注力した結果、事業は成功。センターピボット方式は彼の設立した会社と共に世界に広がった。乾燥地帯の地下水は何十万年もかけて溜まったもので容易に再生するものではないにもかかわらず、アメリカの小ララ大水槽をはじめとした地域では考えを目的として多量の地下水が組み出されている。 深刻な地域では年間1.5メートルずつ水位が下がり続けており、同地域の地下水位が元の状態に戻るまでには数百年から数千年かかるとされている。この問題の他にも、行き過ぎた考えによる土壌流出や散布した地下水の蒸発による塩害、添加された化学肥料による地下水の汚染など同方式による考えは多量の問題を、 抱えているのが現状であり、近年ではこれらの問題によるコスト増を背景とした工作放棄も増加している。ABNHK 高校講座地理第37回現代世界の知識的考察、現代世界の諸地域、変世界の様々な地域を見てみようアングロアメリカ。www.nhk.or.jp2019 年12月20日閲覧。 ベリアブルレートイリゲーションプレシジョンイリゲーションテクノロジー https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v イコール8寸キント2019年12月22日閲覧センターピボットイリゲーションシステムズテイクオーバーデューリングザ 1950s lyvinghistoryfarm.org 2019年12月21日、閲覧。アルフレッド、ランディ、ジュライ22、1952、ジェニューンクロップ、サークルメーカーパテンテッド。 ワイヤード一瞬1059から 1028https コロンスラッシュスラッシュ www.wired.com スラッシュ2008スラッシュ07スラッシュ d a y i n t c h 1 0 7 2 2スラッ2 1年12月21日閲覧 abhistory www.valleyirrigation.com 2019年12月21日閲覧センターピボットイリゲーションシステムズテイクオーバーデューリングザ1950 s l i v i n g h i s t o r y f a r m o r g 2019年12月20日閲覧 a b ワインズマイケルウェルズドライファートルプレーンズターンツーダストザ ニューヨークタイムズ、衣春0362から4331、https、w w w ニータ t i m e s c o m 2013、05、20、アス、ハイプレーンズアキファード・ウィンドルズ・ハーティング、ファーマーズ、html2019 年12月20日閲覧。ウィキメディアコモンズには、センターピボットに関するメディアがあります。ありがとうございます。